次は水曜日の暮らしと健康企画、元気丸ライフです。今回のテーマは溶連菌感染症についてです。主に子どもが感染し、発熱や喉の痛みなどの症状が出る感染症で、去年の冬から流行が拡大しています。丸い球体の菌が数珠状に連なっているのが特徴の A 群溶血性連鎖球菌、通称溶連菌です。主に幼児や小学生などの子どもがかかり、発症すると高熱や喉の痛みといった症状のほか、舌にイチゴのようなプツプツしたものができて赤く腫れるイチゴ舌になったり、首や体などに赤い発疹が出たりすることがあります。例年は春から夏にかけてと冬頃の1年に2回流行します。しかし2021年と2022年は溶連菌の感染はここ数年にないほど少ないものでした。コロナ感染対策のためマスクや手洗いの徹底が行われていたためだといいます。ところがコロナが落ち着き感染対策が緩んだことからか、去年冬から患者数が増加し、現在まで流行が続いています。溶連菌の患者のほとんどは子どもですが、実は大人がかかるケースもあり注意が必要です。症状や予防法について詳しい医師に取材しました。冬の、最も多い時期からはだいぶ減ったように思うんですけれども、そうですね、週にだいたい3人から5人ぐらいは溶連菌の患者さんというのも診断しています。やはり小学生というのが多いですね。でそれで、小学生を持つ親御さんにも、移りますので、大人の方も、かかったりします。感染経路は飛沫感染、あと接触感染ですので、お話をした時にこう唾液が飛んだりして、でそれが口に入って起こるのが飛沫感染。接触感染はタオルを共有したりとか、あと触れたものからうつりますので、子どもさんが溶連菌の感染が起こりますと、やはり家族、お父さんお母さんとかにはうつります。抗菌剤で除菌をするというのが溶連菌治療の最も大切なことです。抗生剤を飲んで2日3日ぐらいで症状って軽くなるんですけど、そこで治療も大丈夫と思ってやめてしまうと、完全に除菌されずに残っていて、それがまた再燃って言って、短期間の間に熱が出たり喉が痛くなったりすることがありますので、その処方されたお薬を症状軽くなったから途中でやめたりっていうことはやっぱ避けていただきたいですね。この溶連菌が原因の感染症の中には、まれに重篤な症状を引き起こすものがあるといいます。同じ連鎖球菌が原因で起こるもっと症状の強い感染症もあります。激症型溶連菌感染症、人食いバクテリアなんて今言ったりしますけれども、症状が急激に進行することから激症型と呼ばれています。通常の溶連菌が、喉ですとか首のリンパ節に、症状が出るのが主なものだとしますと、激症型の溶連菌感染症はもう全身ですね、腎臓ですとか、筋肉ですとか体中の症状が出てかなり重症になってしまいます。場合によっては命に関わるということも、報告されています。症状は通常の溶連菌とは違って、高熱や全身の痛み、手足の壊死などを引き起こし死に至ることもあります。致死率は 30% に上ります。国立感染症研究所によりますと、激症型溶連菌感染症の患者は去年1年間で941人と過去最多を記録しました。今年に入っても3月17日までで患者数はすでに517人に上っていて、厚生労働省が注意を呼びかけています。通常と激症型両方の溶連菌の予防には、新型コロナと同様、日常的に手洗い、うがい、マスクの着用、消毒をするなど基本的な感染対策が必要です。
家族間での感染を防ぐために、感染した子どもが触ったおもちゃは消毒をすること、またタオルの使い回しは避けましょう。岩手県感染症情報センターによりますと、この5週間では溶連菌感染症減少傾向にあります。しかし千葉医師によりますと、これからの時期はもともとの流行時期なので、流行することもあり得るということなんです、はい、十分な手洗いなどの感染予防対策、症状がある場合は早めの受診を心がけましょう。